はい、皆さんこんにちは。今日は春日部駅にあるラーメン屋に来ております。このラーメン屋、実は春日部駅の高架化によってなくなるという可能性があります。そのため今回はこのラーメン屋でラーメンを食べていきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。それでは食券を買っていきたいと思います。いろんなラーメンがあるんですが、いつも自分はここに来ると普通のラーメンを頼みます。で、普通のラーメンしか頼んでおりません。いろんななんですが、これを食べてみようかな。1個500円します。意外と安いんじゃないかなって思います。それでは買いましたんで店員さんの方に出していきたいと思います。それでは注文したラーメンが届きました。それでは食べていきたいと思います。自分ラーメンの中では一番醤油ベースが好きなんで、とても好みです。なんかこの醤油味の旨味っていうのが自分的には好きでたまらないですね。で、中に入ってるのはもちろん中華麺、わかめ、ナルト、ネギ、チャーシューが入っております。で、このラーメンの麺のコシがすごくいいです。またスープもちょっとあっさりっていうか、ちょっとかっつりっていう感じですかね。美味しいですよ、とても。ここにちょっと胡椒をかけて追加していきたいと思います。胡椒を入れるとまた違いますよ。ちょっとしたことでまたラーメンって違うんで、また美味しいですよ。では完食いたしました。とても美味しかったです。高架化になってもこのラーメンが受け継いでしまったと思います。てか立ち食いラーメンすらさえほとんどないと思うんで、皆さんもぜひ食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。